斉藤選手はオリンピックはご覧になってますか？はい、あのテレビを見たタイミングで必ずあのこれを見たいっていうのはないんですけど、もうある種目やってた時の種目を結構見ます、はい、ショートトラックなんか競輪に近いんで、はい、ああいうのは見ててあの結構興奮しますね、はい、そうなんですね、はい、今年に入ってからのレースはいかがですか？まあ、成績自体はでも良かったり悪かったりで、まあ、練習は順調にできてはいるんですけど、まあそうですね、やることやってあとは結果待ちという感じです。初日はどう戦いますか？もういつも通りあの自分の力を出し切って、はい、あの先輩方もついてくれるので、はい、頑張ります。赤塚選手はオリンピックご覧になってますか？はい、テレビで見てます。あの同宮城支部の原くんが出てますので、それを注目してみたりしてました。練習で意識していることとかありますか？練習は雪がいっぱい降ってるんで、あのその辺を工夫しながら室内トレーニングとかでやってます。あ、そうなんですね。こう寒さっていうのは練習とかレースに影響したりしますか？僕は寒さにすごく強い方なので有利だと思います。初日はどう走りますか？北日本の4番手で最終4コーナー思い切って勝負できるようにしたいです。前走は大垣で A 級 1、2班初優勝でしたね。おめでとうございます。ありがとうございます。改めていかがでしたか？そうですね、決勝走る前とかはもう全然優勝できると思ってなかったんで、正直、まあ、自信にはつながりますね。初日はどう走りますか？初日は北日本の前で、自力で頑張ります。同じく自力型の斉藤選手はいかがですか？あ、多分初めてだと思うので、まあ、ちょっと分からないんですけど、まあ、とにかく自分の力を出し切れるように走ります。近況を振り返っていかがですか？まあ、高級してきて A 級なんですけど、まあ、そこそこ走れてるかなと思います。平塚のバンクの印象はいかがですか？優勝もありますし、大きい弱もあるんで、なんとも言えないですね。初日はどう戦いますか？照井君いたんで、あの皆さんにいいって言ってもらったんで、照井君の番手に行かせてもらいます。照井選手はどういった印象でしょうか？いや、一緒に走るの初めてなんで、ちょっとあまり分からないです。じゃあ初日走ってみてっていう感じですね。そうですね、はい。ここに来るまではどう過ごされましたか？もう中3日だったんですけど、いつも通り普通に練習してきました。どんな練習されてるんですか？今はもうこういうコロナ禍なので室内トレーニングが多いです。初日はどう戦いますか？はい、地元川崎くんと話して、僕は、静岡の斉藤くんの番手に行きます。斉藤選手とは前走でも連携ありましたね。いかがでしたか？はい、とても強かったので今回もしっかり食らいついていきたいと思います。平塚は昨年5月以来ということですけれども、バンクの印象はいかがですか？もう走り慣れたバンクなんで、まあ、常に、まあ、いい感じだなっていう印象はあります。綺麗で。レース少し空きましたけれども、この間はどのように過ごされていましたか？そうですね、前場所がちょっと中止になってしまったんで、まあ、そこからちょっと一回気抜けて、まあ、ウェイトばっかりやってたんですけど、まあ、ここ10日間ぐらいはバンク含めて、まあ、乗ってきましたね。初日はどう戦いますか？初日は南関東の3番手で頑張ろうと思います。では最後に意気込みをお願いします。今回さえファンの皆様の期待に応えられるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。近況の走りはいかがでしょうか？まあ、特に良くも悪くもなく、はい、っていう感じです。今回追加ですけれども、調整の方はいかがですか？早めに追加いただいたので、はい、普段と変わらない調整はできました。初日はどう走りますか？初日は、東北ラインが、はい、4人いるので、はい、自分は3番手を回らせていただきます。では最後に意気込みをお願いします。3日間の車検に貢献できるように一生懸命頑張ります。応援お願いします。